おはよう、みすけ。こんばんは。生姜ってあったっけ？生姜、絞るやつですか？絞るやついいや。あと生姜もらう、うん、ちょっと待って、お腹空いたでしょ？冷蔵庫入れて。はい。あれの、あった。なんか俺の枠に塾長来てたみたいな、この前。全然気づかなかった。花火投げてくんないと気づかないよね。わかんないよね。花火投げない塾長なんか塾長じゃない。これ捨てて。捨てる？うん。え、ゴミでしょ？ゴミ。うん。よっさん忘年会の時に来てたんだって。あ、リスナーこの、あのさっき教えてくれた。お前塾長来てたぞって。その時に教えてくれればいいのにね。
気づいてんなら。おお、猫の目お疲れ。最近来なかったな。
ばんは。あれ魚どこやったっけ。冷蔵庫。うん、ちょうだい。はい、ありがとう。はい、のんちゃん、これあれして。はい。はい、あの。あれよ、アート用。あら汁うまいよね。あら汁大好きなんだよね。魚がいいや。もう年だな。なんじゃ、キッチンペッパー取って。はい。どんぐらい？4枚。湯通して何分するんだっけ？どれくらいするんだっけ？湯通しの仕方わかる？湯通し、あら汁の湯通しって何分ぐらいするんだっけ。誰か分かる人いる。え、え、もういいな。あ、ねえ、これどっか置く場所ないかな、のんちゃん。こうなってるから、うん、はい、大丈夫。うん、うん、じゃあこっから10分間置くか。
え？湯通し何分とか書いてない？湯通し分数とかで書いてない？お茶屋ていらっしゃい。貧乏だよ。あら汁っていうのは魚のお味噌汁のことだね。魚のお味噌汁のこと。湯通し分数で検索してくんね。これはね、寒ぶりだね。半額だったから買ってきた。寒ぶり。いや、うまいよね。癒されるよね。立ってやればいいか。うん。あ、初見なんだ。初見だから何なんすか。あ、俺も好き、俺も好き。俺もめちゃくちゃ好きだね。料理誰でもできるよ。癒されるよね。身の部分あらって言わないの。じゃあ、あら汁じゃないですね。照り焼き用だね。うん。筑前煮はもうできてる。俺噛みつきました。俺噛みついてないっすよ。初見だから何なんすかって。え、なんで噛みつ、初見って言われたから、初見って何が言いたいのって聞いたら、なんで噛みつかれなあかんのって。え、なんすか。もう破門だよあいつ。破門ねえ。別に噛みついてないでしょ。里芋入れないっすね。里芋なんか入れねえよ、バカ。
ました。浦筋さん、風船をプレゼントし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 ました。初見アップとかうざいんだけど、そういう時言うと。スコスコさん、初見ですの挨拶は失礼なんすか？初見だから何なの？積極的で無能なゴミさん、波紋ですか？ライトニングさん、初見だから何ですかはおかしいよ。何がおかしいの？いや、普通にうざいんだけど、初見アップとか。初見だからっつって接待されると思ったら大間違いだから、バカだろ、ズーズーしいな、嫌いなんだよ俺そういうやつ。他行けよ。ライトニングさん挨拶じゃないのか。レッコスコスコスコさん、はすいませんでしたね。他行け。もうそういうズーズーしいやついらないから。浦筋さん、初見は放送に来るな。なあ、うぜえよな。初見だから何なんだよ。初見だったら初見さんいらっしゃい、楽しんでってねって言われると思ったら大間違いだよ、バカ野郎。ネッコスコスコスコさん、どこがズーズーしい教えてください。浦筋さん、いや、ズーズーしいでしょ。初見は半年ロムテからコメントしろよ。猫の目さん、和道初見ですわ、普通の挨拶やで。いや、挨拶は普通の挨拶だね。太平洋シーチャヨキさん、客に普通に入って大丈夫だよ、ショー。ステファンさん、初見はゴミなんだから半年セージしてロムテロ。ステファン言ってやれよ。ネッコスコスコスコさん、初見はダメなの。いらない。初見とかいらない、うちの枠。ライトニングさん、別にそういうことは求めてないと思うが。いや、俺求めてないよ、迷惑だよ。ピースさん、こんばんは。はい、こんばんは。何が初見ですよ。嫌いなんだよ、こういうやつ。ずうずうしい。妖精ラトさん、ワドツ。はい、ワドツ。太平洋シーチャヨキさん、他では初見ですで大丈夫だ。他は他だよ、バカ野郎。うちはうちだよ、他は他だよ。うるせえ。ライトニングさん、じゃあ、お前は変わり者。太平洋シーチャヨキさん、だからさ、和道は違うっていう意味よ。カッカすんな。カレー王さん、気難しい定食屋の親父。コスコスコスコさん、この先ずっと使用権を受け入れないってことですね。妖精ラトさん、お腹空いてますか？空いてねえよ、バカ野郎。腹なんか空かねえよ。太平洋シーチャヨキさん、爆笑。ステファンさん、この手の親父の店は味はいい。妖精ラトさん、わらわらわら。カプチーノさん、初見です。コメに切れた配信者見たの、これでに一目。太平洋シーチャヨキさん、今日のキャラいいわ、マク。わっしょいさん、ハゲが目立つカメラワークだね。太平洋シーチャヨキさん、親父あらしるまだか、マク。
麦ちゃんさん、カレーは大好評でしたがわら。ネッコスコスコスコさん、初見ですで切れられる意味がわからない。ネッコとかいうやつ空気読んで、本当にくそ寒いから他行って。くそ寒いし、なんか初見アピするリスナーとかいらないから、うちそういうのやってないから客選ぶから他でやって。入る店間違えたんじゃないの。太平洋シーチャヨキさん、アジフライはやってますか。バク、ジャヨキさん、虫だ、マク。猫の目さん、和道は健康やから気にしないでください。妖精らとさん、後ろ向いて笑ってるしょう。ちゃんさん、インスタントカレーを上手に作る天才ですからね。入浴剤くんさん、初見がどうとかすらどうでもいいわ。うるせえな、他行けよ。どうでもいいよ、本当に他行ってくれよ。初見に媚び売るほど困ってねえから。佐藤さん、ビールください。つってんどんな店主。太平洋シーチャヨキさん、どこの味噌。あ、うちこだわってるよ、味噌は。丸米。太平洋シーチャヨキさん、丸米、小、赤味噌派。麦ちゃんさん、スーパーの味噌。星スマイリー、仕事サボスマイリー、星さん、こだわってる。丸米、W。妖精らとさん、丸米、わらわらわら。猫の目さん、丸米、わらわらわら。星スマイリー、仕事サボスマイリー、星さん、ワドツ、WWW。うるせえ、バカ野郎。噛んだろ、小僧が。星スマイリー、仕事サボスマイリー、星さん、今日も入りが面白かった。 WWW 太平洋シーチャヨキさん、爆笑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 。ネッコスコスコスコさん、全然気にしてないよ。ショー、うるせえよお前も。さっきからよ、気にしてねえとか。麦ちゃんさんも、初見のくせによ。嫌いなんだよ俺、初見とか。初見だから何なんだよ。いついてんじゃねえバカ野郎。妖精らとさん、口元笑ってる、わらわらわら。かなこさん、寒いからあら汁食べたい。太平洋シーチャヨキさん、初見です。うるせえ、幕今初見だよ。ネッコスコスコスコさん、うるせえよ、早く作れや。星スマイリー、仕事サボスマイリー、星さん、親方機嫌悪いすね。 W、 ポンさん、ワドツー。太平洋シーチャヨキさん、親方じゃなくて板長、小、星スマイリー、仕事サボスマイリー、星さん、ハイフンを、黙っちゃった。 WWW さん、初見で S。
ねっこすこすこすこさん、何やかんや言うて、お前愛されてて幸せやないか。妖精らこさん、俺関西弁のやつも嫌いだから。麦ちゃんさん、切り身であら汁作る人初めて見ました。同じ入浴剤くんさん、難易度高い料理できるんだな。出来上がりは別として。のふさとわつかさん、魚の身にタバコのヤニが染みついて美味しそう。カレー王さん、こういう定食屋はゴルゴ13置いてるわ。猫の目さん、食店です。 WWW さん、何言うて万年王さん、さっきぶり。関西弁のやつとは話が合わない。友達に一人も関西弁いないからね。入浴剤くんさん、むしろ初心で来いって話。ねっこすこすこすこさん、ほなブロックしろや。ワイはそれでも応援するで。応援とかいらないから。太平洋シーチャヨキさん、私もショー。応援とかやってないから、うち。それ恥ずかしいね、やってないから。ジャニーズじゃねえんだよ。応援してます、頑張れ頑張れ。応援してます、頑張れ頑張ってください。頑張り頑張ってください。ファンです。一生やってるわお前らで。しない。頑張れ頑張れ。はい、ワードツ。頑張ってください。応援してます。頑張ってないやつが頑張ってるやつに頑張れ。頑張ってないやつが頑張ってるやつに頑張れ。浅田真央頑張れ。真央ちゃん頑張って。狂気だろあれ。大谷翔平くん頑張れ頑張れ。ブスばっかりだ本当。お前より頑張ってるからアイススケートのあれに立ってるんだよ。スポットライト浴びてテレビにも出てるんだよ。メジャーリーグ行ったんだよ。お前よりはるかに頑張ってるわ。お前が頑張れよ。はい、しょうが。はい、しょう。頑張ってください。頑張ってください。応援してます。あ、そっか、魚か。
出るの。白米食べな、白米があれば俺何でもいいもん。うるせえな。俺細かいやつ嫌いだから。こいつらルールに縛られた人間だから分かんないんだよ。もうルールに縛られまくってるから、クックパッドがないと料理作れないアホだから、ほっとけよ。いい味覚音痴のくせし。だいたいこういうやつあれだよ、あのアボカドのことマグロみたいっていうやつ、マグロみたいで美味しいっていうバカ女だよ、バカ女。甘すぎないこのスイーツっていうバカ女だよ。味覚が狂ってる。足りない。じゃあ醤油にしよう。え？しょっぱくなかったら醤油入れた。いや、うさ味で、うん、あ、のんちゃんこれ。あ、全然味噌足んない。もういい、めんつゆ。めんつゆ甘くなっちゃうからやだよ。醤油がいい。醤油？醤油で味付けしよう。醤油と半菓子入れよう。うん。味噌が足りない。大体同じね、大豆でできてるからね。あ、いいね。はい、
煮込むよ、のんちゃん。はい、筑前煮。うるせえ貧乏人、二度と来んな。ね、おいしいやつね。あ、これはうまいよ。のんちゃん、じゃあ電気つけて、電気つけて、机広げて。あー、これはうまいよ。あー、いいね。あー、絶対うまい。突然に机広げたら教えて。のんちゃん、ご飯のおわんこれでいい？味噌汁こっち？ご飯はどれ？これ？これ？うん、はい、はい。お前、取っていいの？もういいし。はい。パパッと作れるって、だってこんなんだって似てるだけだよ。ね。うん。こんなん料理じゃない。青さ入れる？青さ。俺の分も、もっと食べなさいよ。もっと食べなさいよ。そんな食べられないよ。あおさないっけ。大体味噌汁で腹がいっぱいになる。佐藤さん、こんぐらい？これ大盛り。うん、全部寄せちゃっていいよ。はい、のんちゃん、お味噌汁。これ俺の、こぼさないように。はい、ビタビタだから。刺身の醤油皿、あと角的ご飯にのっけといて。うるせえな、こいつ。はい、のんちゃん。はい。
椎茸半分ぐらい、これ全部、あ、全部でこんなになった、うん、あれ、ごぼう入ってる？あ、入ってるか。はい、招待ありがとう。うん、アイボーン、いつもありがとうね。ありがとう、ボーン。はい、チャリティー、延長代ありがとう。はい、ありがとう。これ、彼女が作ったね。はい、誰だ？猫の目ありがとう。妖精アッコさん、ありがとう。みんなありがとう。はい、のんちゃんありがとう。のんちゃんありがとう。うるせえよバカ野郎。バカありがとう。はい、のんちゃん。はい、のりこの、のりこの筑前煮です。初見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 って、初見だから何なんだよ。はい、食べるよみんな。はい、のりこ食堂、和道食堂のコラボレーションね。うるせえ、面白くねえから稼げてねえんだよ。見りゃ分かんだろバカ野郎、見りゃ分かんだろ何に見えるんだよ、これが何に見えるんだよ。バカかよ、本当に。他に何があるんだよ。今からお前、お葬式に見えるか、これ。なあ。お葬式に見えるかって聞いてんだよ。食事だろ、どう考えても。よいしょ。ありがとう。少ない。ファンタスティックタインで投げて。花火一発とか寒いからやめて。いや、パチパチじゃないわ。ファンタスティックタインで投げてください。花火ナイス。あ、なんて映っちゃうよ。いいじゃん。はい、じゃあいただきます。いただきます、うん、おい、お前ら甘やかすなよ。お前ら甘やかすね、あんな花火一発でそうやってお前らが甘やかすから突き上がるんだよ、リスナーが。やめろ、花火ありがとうとかやめろ、パチパチとかやめろ。うまい、うまい、うん、俺は花火師に一切こびねえから。うん、のんちゃん、ん、いいの。よし、食おうぜ。お腹すいたでしょ。うん、うん、待っててくれたの。うん、ありがとう。やめろ、花火師を甘やかすな、そうやって。どうせあれだから、すぐ他行くんだから。こんな続かねえんだから、花火師なんか。
ただきます。うまい、いいね、うん、いただきますね、これ、うんうん、ね、やっぱのんめしだよ、うん、うまい、のんちゃんのうまい、うん、3ヶ月ぶりののんめしだ、うん、うん、比較的うまいんだよ、うまっ、うん、うん、おいしい、のんちゃんのおいしいよ、うん、うん、ありがとう、うめ、あ、俺はもう花火師とかいらねえから、どうせこいつらすぐ手のひら返すの分かってっから、もう花火師とかいらねえからね、えのんちゃんいや、もう何度花火師に裏切られてきたか、花火欲しいな、うん、うめ、花火欲しいな、うん、花火欲しいな、うん、なもなら、うん、もう 花火ありがとうとかやめたから、俺ファック花火だから、うまっ、うん、自炊が一番、自炊が一番だね、うめえ、誰だよ、切り身からは出汁出ねえとか言ったやつ、思いっきり出てるわ、180円かかってるとかじゃない、もうなんかすぐ調子乗るからやだ、中途半端に投げるくせして、のんちゃんおいしい？おいしい、うん、うまい、うまっ、おいしい、のりこご飯上手、うん、うん、石野ものんめし大好きだったからね、うん、あ、うまい、一番最初はもうダメだと思ったけどね、春巻きだよねのりこが俺に一番最初に作ってくれたのは春巻き、事件だったから、事件、うん、ご飯茶碗、うわ、魚うまっ、うん、俺の顔が見たいの、あら汁はブリ、こっちでいいの、これでいい、いや、もう俺はもう貧乏で行くから、これからは、のんちゃんかわいい、のんちゃんかわいいよ、のんちゃんかわいいよ、うまっ、いやー癒されるね、胃がほっこりする、やっぱね既製品じゃなくてね手作りじゃないと、いやマジで花火ありがとうとかやめて、リスナーが花火ありがとうとかやめて、のりこお嬢様だから、うまい、もうそういうね
花火投げるやつを、花火投げるやつに媚び売るのやめてリスナー。パチパチとかすごいとか、それでやめて。俺はもう花火師とか認めねえから。花火師とか認めねえから。うまい。いいかお前ら、金を持ってるとか金を持ってないとかで俺はリスナーを差別しねえから、わかったか。俺はアイテム投げるやつも投げねえやつも、もう俺は差別するのやめたから。もう花火ありがとうとかくだらない文化ぶっ壊そうぜ。通りすがりさんいらっしゃい。いやもう本当にね、もう心ボロボロだから。俺はもうこの花火ありがとうとか初見ですとか、なんかね、調子乗ってる花火師たちに対するアンチテーゼだから。こんなん配信じゃねえよ、うん、俺はリスナーを差別しないから。ここに来てくれたら全員が平等だから。貧乏なやつも花火投げるやつも平等で対等だから、うん。もう花火師ばっかりに媚び売る配信者のもクソだ。っていうか筑前煮うますぎるな。すげえうまい。お味噌汁どう？おいしい。うん。平等だよ。平等。うるせえよ。俺は金に魂売ってねえから。俺はもし時代が変わって投げ銭システムがなくなったとしても配信やる男だから、投げ銭ありきでやってる配信者と一緒にすんのよ。投げたけやそいつらに投げろ。ありがとうって言ってもらいたいんだったらそいつらに投げればいいよ。俺は今までリスナーとここまでやってきたんだよ。何が花火師だよ。うまっ。いやもう諦めたから俺。もうこのふわっちのシステムで順応していくことに疲れたから。食べよ。うまい、うまい。でもご飯食べちゃったから食べて。いいよ、うん、うまっ。俺は新しい価値観を提示してるんだよ。花火師に媚び売らない配信者だから。むしろなんなら花火投げるやつ敵だから。敵。花火師は敵だよ俺の。
うまいな。他で投げろ、他で。花火欲しいやついっぱいいんだろ、他で投げろ。いらねえよ、バカ野郎。お金なんかいらねえよバカ野郎、いらねえよ。うんうん、うまいな、うまい、うめえな、うめえ。やば、超うめえ。筑前煮うまっ。もうご飯ない、もうねえか、まあ、いっか。うん、うめえ、めちゃくちゃうまい。食べていいの、うん、いや、めちゃくちゃうまい。これだよ、うまかった。うん、うん、筑前に、うん、まっ。のんちゃんたくさん食べたよ。いや、めちゃくちゃうまいね。そうそうそう、そうそう、誰と食うかだよ。うるせえバカ野郎。うまいね。うん、そっか、そうだったんだ。見てて気持ちよくなって投げてくれたんだ。そうか、ありがたく受け取るよ。ただありがとうなんて絶対言わねえかんな。まあでも花火はありがたくいただくわ。いや、絶対言わないよ俺は、ありがとうなんて。花火投げてくれてありがとうなんて絶対言わないけど、まあありがたくいただくわ。あんたいい人だ。いや、もう嫌だ、もう嫌だ。俺は心ボロボロだから。矛盾してて何が悪いんだよ。のんちゃん、甘いの食べる？うん、いらない？うるせえよ。俺があれだよ。俺があれだ。俺だ！俺は俺だ。
るさい。俺だよ。俺は矛盾してて当たり前だと思ってるから。だって世の中理路整然としてないんだもん。この世の中生まれた時から矛盾だらけなんだもん。俺が矛盾してて何が悪いよ。そうじゃん。俺だけなんで矛盾したらダメなんだよ。俺にも矛盾させろよ。のんちゃん洗い物お願いしていい？うん、俺にだって矛盾させろよ。なんだお前ら。じゃああれだよ、お前学校の先生とかの放送見てろよ。 NHK でも見てろよ。 NHK のなんか見てりゃいいじゃん。配信向いてねえよ。何が矛盾だよな。何が矛盾だよ。俺が思ったことその場で言ってるだけだろ。無理だね、無理だね。リスナーの気になんてならないね。無理。リスナーにペコ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 してかっこ悪い。俺はやりてえことやりたいから、ホームレスになるもういいんだよ。俺は自由のためにホームレスっていうのを背中に背負ってやってんだから。俺3回やってっかんね。誰かにかっこ悪いやつに頭下げて金もらうぐらいだったらホームレス選ぶわ。俺は自由にやる。自由に、俺は自由になりたくてこれやってんだから。くだらねえ、なんか会社員じゃねえんだから、サラリーマンじゃねえんだから、そういうのは会社でやれよ。寒くて辛いよね。いいんだよ、俺なんか野良猫みてえなもんなんだから。みんなに飼われてる野良猫だから。野良猫、俺アイテム投げてる時見返りなんか求めねえもん。ありがとうって言うなって言ってるもん。俺バカなんやの。お前が全部正しいと思うなよ。お前が感じてること、お前が考えてることが周りの人間全員正しいと思うなよ。そんな都合でいい世の中回ってねえよ。お前が正しいと思ってんのはお前が集めた偏見なんだよ。お前だけなんだよ。それを俺に押し付けてくんじゃねえよバカ野郎。俺とお前は違うんだよ、うん、俺はお前に押し付けねえから。俺はこういう人間だっていうよ。俺はこう思ってるっていうよ。なんでお前の言う通りに生きねえといけねえんだよバカ野郎。なあ、俺は押し付けてねえぞ。何にも押し付けてねえぞ。なあ、おめえの部下か？なあ。俺はお前の部下か？なあ。押し付けてくんじゃねえよ。てめえで勝手にツイートしてろ、バカ野郎。てめえでツイッターでぼやいてろよ。正論だと思われたら RT される時代なんだからよ。ここは俺が俺らしく生きるための場所なんだよ。 NHK でも見てろバカ野郎。なあ、
俺は別に自分がクズだって認めてんだから、クズでゴミでカスだよ。中卒で発達障害でなあ、どうしようもねえんだよ。だからなんだこの野郎だよ、バカ野郎。ほっとけ。俺が花火師にこびねえっつったらこびねえんだよ。うるせえな本当に。ガミ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 。だって後ろめたいことなんか何にもないもん。黒歴史、毎日が黒歴史だから。ネットにタトゥー刻んでんだよ、ネットにタトゥー。死んでも寂しくないようにネットにタトゥー刻んでんだよ、 Google サーバーに。主に Google サーバーにタトゥー刻んでるから。何にもねえからネットやってんだよこっちは。ロイヤルストレートフラッシュだぞこっちは。お前失うもんなんか何もねえよ。こだわりないよ、こだわりないよ。見返り求めんなよ、かっこ悪い。見返り求めんじゃねえよ。そんなの愛情でも友情でも何でもねえわ。見返り、お客様じゃねえんだよ。客でも亭主でもねえんだから。見返り求めんなよ。見返り求めるんだったらホストクラブ行けよ、バカが。なあ、金払ったらいくらでも接待してくれるよ。俺媚びないよ。言わない、もう頭きた、言わない、ありがとうって言わない。もう俺もうこっから一生言わない。頭きた、あやめた、ありがとうやめた、頭きた、もうありがとうやめる。もう俺はこの先の人生ありがとうって一回も言わない。もうふざけんなよ本当に。決めた、ムカついた。ありがとうを強要するバカのために、バカの世の中には俺は逆らう。ありがとうを強要するバカな世の中に、ファックだよファック。何がありがとうだよバカ野郎。何がありがとうだよバカ野郎。ありがとうを強制するんだお前らは。ありがとうやめた、全然ありがとうやめるわ。クソくらいだよ、クソくらい。本当だよ、本当それ。いいこと言った、言葉の薄っぺらさ。こいつら気持ちがないんだよ、だからこういう綺麗事言えるんだよ。正常位だけじゃ世の中回んねえんだよバカ野郎。え、ちょっと待って、ちょっと待って、俺トムソーヤ池上こういうところ大嫌いなんだけど、トム池から LINE 来たんだけど、ちょっと待って、トムソーヤ池上ね、トムソーヤ池上、俺こういうところほんと嫌いなんだけど。お疲れ様です、今度自分主催で忘年会を行うのですが、もしよかったら参加してほしいなと思って連絡させてもらいました。ここまでいいんだよ、ここまではいいの、ここまでは。もしよかったら参加してなと思って連絡させて、ここまで OK じゃん。次が気に入らない。日付は26、27、29の中で可能な日にちを教えてもらえばと思います。なんで確定なの行くの。俺こういうデリカシーのないやつ大嫌いなんだよ。ここで、あ、じゃあぜひ参加させてくださいの後にこれじゃん。なんでこいついつも確定系なの。すげえムカつくんだけど。俺行くとも行かないとも言ってないし、お誘いいただくのはありがたいんだけど、なんで行く前提なんだよ。腹立たない、こういうデリカシーのないやつ。俺トム池のこういうところ嫌いなんだよ。なんでもう3日間の中で押し売りで、トムソーヤ池上の嫌なところ、俺トム池からあんま絡みないじゃん、全然トム池絡みないのに、あいつキャスバーで1日店長やるときだけ電話かけてくんの。俺そういうのなくねえか、キャスバーで1日店長やるときだけ電話かけてくんの。
キャスバーでさ、11店長やるときだけ電話かけてくんの。本当に。それやだよね。すげえやだ。うん。ちょっと待って、返信するわ、トム池に。トム池に返信した方がいいよね。トム池に返信するわ。いい？返信して。ギャラいくらですかって聞いとくわ。うん、OK、 これで。ブレーにはブレーで返すから俺。いや、ブレーなやつにはブレーで返すから。うん、とことん無礼なやつには俺はとことん無礼で返すよ。うん、頭くんだよこういうの。うん、なあ、ムカつかない？だってなんか、いやもう勝手に確定形にされてんだもん。じゃあギャラ払えよ。いや俺普通に誘われたら普通に行ってたわ、気持ちよく普通に参加してたわ。最後の確定形が気に入らねえわ。あー腹立つわ。囲われる気なんか一切ねえかんな、こっちは。囲われたくもないし、気持ち悪いよ本当に最近の。うん、いやいや、もうね、もうね、やだ、もう最近のふわっちやだ俺。もう本当にぶっ壊したい、このなんか金金金金してるのは。もう金なんかいらねえよ本当に。気持ちよく俺は配信やりたいだけなんだわ。みんなと楽しく毎日過ごしたかったんだわ。じゃないの、もうこんな金金金金してる配信サイトやだわ俺。俺はもう悪魔になる。一人活動を始めるから。一人でデモ活動、もうたった一人で戦うから。もうリスナーとの関係がどん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 壊れてんだよ、花火のせいで。俺は戦うよ。孤独な戦いが始まったんだよ、孤独な戦いが。何が塾長だよ本当に。何が、いいよいいよ、俺は俺戦うよ、俺は戦うよ、いいよ負けてもいいよ。戦わない奴らにね、負けとか言われたくないから。俺は負けでも戦うよ。俺頭きてるから。リスナーとの関係がぐちゃぐちゃになる、こんな金ばっかり追っかけてたらおかしいだろ。あ、のんちゃんケーキ食べたい。ちょっと待ってて。うん、根が深いよこれは本当に。根が深いよ。ウィンウィンな関係を築きたいから俺は。どっちがいい？どっちがいいかな。1個でいいや。仲間、仲間。よいしょ。はい、金づるにされて喜んでるバカとかはもう切る。
金づるにされて喜んでるバカ女ども切るわ、本当に。あとおっぱいをかけてるおっさんも切る。もう俺は花火ありがとうって言ったら死ぬわ。決めた。花火ありがとうって言った瞬間に俺は死ぬ。のんちゃん死ぬからね、俺。覚えといて。わかった。俺が花火ありがとうって次言うときは死ぬときだよ。死ぬから。やだ。やだじゃん、もう言わないから。言って。いや、やだよ。言わないよ。言って。いや、言わない。お願い。いや、もう俺ありがとうやめたから。頭きてるから。うん。うん。ほんと。ムカついてるから。いや言わない、俺ほんと頑固だから。ほんと一回もブレたことないもん。頭にきてんだよこっちは。うまだからこういう花火投げたのにお礼言わないんですかとか、花火投げたのにお礼言わないんですねとか、初見ですって言って、初見なんてなんだよとか言って言ったら、なんで噛みつくんですかって勘違いしたバカリスナーが増えてくるんだよ。だって花火って面白いもん見せてくれてありがとうってお互いウィンウィンだったじゃん一番最初は。お疲れ様みたいな、これでうまいもんでも食ってねみたいな。今そうじゃないもん。何のケーキか、マロングラッセ。うまっ。なんかねぎらいとかさ、なんかお疲れとかそういうのないじゃん今。今ないじゃん、なくない？なんか延長台の足しにしてなとかさ、そうじゃないんだよ。花火でリスナー、配信者をラジコンにしようとしてるだけだ。うるさい勝ち猫、うるさい勝ち猫、うるさい。お前向いてない俺のリスナー、うるさい。綺麗事言うやつ俺大嫌いだから。綺麗事言うやつ大嫌い。じゃあ言ってやるよ、お前は俺に花火一個も投げたことないから。わかる？こういうズーズーしいやつ大嫌いなんだよ。綺麗事言うやつほどこうなんだよ。お前には関係ねえよ、うん、俺の金の問題お前には何も関係ねえから。いらねえよ。いや花火いらない、てめえみてえにクソみてえなリスナーから花火いらねえ。知らねえ。あーうまい。もう一個食べちゃおうかな、もう一個食べちゃおうかな。食べよう。うるさい子供かよお前。子供か、てめえで考えろよ。子供だろこいつ。ダダばっかりこねて、お前の思い通りになんかいかねえぞ。俺和道だよ。うるさい本当に。理屈っぽいやつ俺大嫌い。理屈が多いさっきから。もう理屈をこね回して、ああでもないこうでもない。うるせえ。俺理屈っぽいやつ大嫌いなんだよ。うるせえよ。モンブランだね。モンブランだよ。いや世間とか知らないよ。これ世間と関係ないもん。
知らない世間なんか。モンブラン大好き。知らねえ。もう世間同士でやってろよ。俺人間嫌いなんだよ。モンブラン。モンブラン美味しいよね。うん。だや、うまいよこれ。いや、のりこのケーキを今食べてるんだよ俺。うん。のりこのケーキを食べてるの。うん。そうしよう。うん。そうしよう。うん。ケーキうま。うん、うまっ。そう。そういうこと。そう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 、要はお坊ちゃんだよ。甘やかされたお坊ちゃんだよ。俺はお坊ちゃんじゃないから、サバイバーだから。サバイバーわかる。そう、何でも教えてくれると思ってる。自分で答え見つけんだよ。自分で答えを見つけんだよ。世間がとか社会がと、お前総理大臣か。お前は美味しかったよ。いや、反論なんか俺だってリスナーと議論なんかしたくないもん。俺はリスナーと議論なんかしても意味がないと思ってるから、うん、議論なんかしても知らないよ。それぞれがそれぞれ正しいと思うことをやればいいんだよ。自分がかっこいいと思うことをやればいいんだよ。俺はそうする。俺は誰の人生も否定するつもりないから、興味がない、うん、だってさ、お前さ、釈迦にさ仏教を説くか、キリストにさ説教するかな、イチローにバッティング問うか、そういうことでしょ。クソだせえよ、本当に。クソだせえ。俺もだって別にみんながみんな正しいことやってりゃいいじゃんって。自分がかっこいいと思うことやってりゃいいじゃんって思うもんね。全然興味ねえよ。好きにすりゃいいのに。
自由にやれやいいのに。電気消していい？いいよ。なん寂しいのかな、何なんだろうね。ね、面白いじゃんね、うん、普通に面白いじゃんね。そうそう、気持ちよく気持ちよく生きたいだけ、それだけ。適当だから、適当適当です。適当にやっていくだけなんで。全然しっくりこないだから、意味不だよ、意味不。そうそう、適当。俺のモットーは適当だから、適当。人生なめくさるが座右の銘だから。そう、退屈なだけだから俺は。ただ退屈なで、大衆を嫌ってるんだよ、大衆を、うん、自分で考えて自分で行動するだけだから俺は。腹筋バキバキです僕。適当だよ適当。めんどくさいよね、めんどくせえ、うん、めんどくさいよね。堅苦しいの大っ嫌いだ俺。だからお前な、アインシュタインが言ってたよ、17歳までに集めた偏見のコレクションだって。お前が17歳までに集めた偏見のコレクションという名の常識を俺に当てはめようとすんなっつってんの。俺は俺で生きてきたんだから、俺なりのルールがあるんだから。なんでお前から常識を、あのな、あとな、お前の偉そうなところを言ってやるよ。俺お前に生き方を教えてくださいって言ったか、一言でも。なあ、お前がやってんのクソダサいことだぞ。なあ、迷惑だって言ってる若者に対して偉そうに、常識っていうのはこういうことなんでって一番嫌われるタイプだからね。俺がかっこいいと思った人にいろんなことを教わってるけど、お前みたいになりたくないから俺はこれを言ってんだよ。お前みたいに生きたくないから、お前みたいに窮屈になりたくないから、お前みたいに頭でっかちになりたくないから、お前みたいな理屈人間になりたくないから、こうやってカウンターで生きてるんだわ。わかるか？お前みたいになりたくないって言われてんだよ。ここまで言わせないとわかんねえの。クソダセえな、てめえの生き方。うん。お前の考え、微塵も受け入れる気ねえよ。バカ野郎。
あのな、教えるっていう態度が間違ってんだよ。お前から教わることなんか何もねえよ。お前から教わることは何もないっつってんの。偉そうに教えてやるとか頼んでねえから。ありがた迷惑って言葉知ってる？ありがた迷惑っていう。お前がやってんの迷惑行為なんだわ。いいぞ、シュテファン、どんどん言ってやれ。本当の金持ちの、本当の金持ちの趣味言ってやれ、シュテファン。お前金ガンガン持ってんだから。言ったれ、言ったれ。ダッサって。いや、誰からも愛されたことないんでしょ。認めらんないんだよ。正論言わないと。正論ほど面白くないものはないよ。うん、だから言ってんだ、NHK 見ろって。NHK でも見てろっつの。ここ NHK じゃねえから。くだらねえな、ほんと。偉そうに。いや、クソかっこ悪くない？だって俺ホームレスだったけど金もらって何不自由なく生きてんだよな。ホームレスだったけど彼女いるんだよね。ホームレスだったけど、こいつはなんか常識がないと生きていけないんだよ。常識、世間体とか常識とか社会とか国家がなくても、俺なくても生きていけるもん別に、うん。ああ。ああ。出会い中ね。知らねえよ、日本の常識とか。ゴミクズ、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 ゴミクズ。いいぞ。いやあ、堅苦しいの嫌いだわ。つまんねえな。つまんねえ、つまんねえ。くっそつまんねえ。全然面白くないよ。何にも響かない。こんなに響かないことがあるだろうか、うん、正論じゃなくてもいいから響かして俺のこと。全く響かないよ。ほんとほんとそれ。ここはだって明らかに、ここはマイノリティじゃん。明らかにマイノリティじゃん。大衆なんてクソくらいだよ本当に。俺の敵だから。あら汁なんだっけ、もう食べちゃったから忘れた。うん、食べたら、いやいや違うから。山田部長が出会い中だっつってんの。山田部長が色恋で枕営業やってるだけだっつってんの。お前のこと言ってねえわ。お前に関心なんかねえわ。本当だよね。山田部長でも見てろよな。クソつまんねえ。よくわかんねえやな。ね、俺とさ明らかに話が合わないんだったらさ、楽しく過ごせねえんだからさ、他行きゃいいのにな。他行きゃいいのに。お前のために配信やってるわけじゃないからな。
いや疲れたっつうかお腹いっぱいで眠くなってきたね。疲れてはないかな。いや知らないよ、別に興味持ちたらいいし、持ちたくなかったら持たなきゃいいし。伸び悩んでるっつうかもう伸びないよ、もう諦めたよ俺は。俺は全てを諦めたから、もういいの。楽しく生きるだけ、本当にもういい。俺はもういいんだよ、自由にやりたいだけ。予定立てないね、なるべくね。よっぽど興味あること以外予定立てないようにしてる、うん、うん。なんかね、その今日やりたいことを今日できる男になりたいんだよね。今日やりたいな、今日これしたいな、今からこれしたいなっていう企画とかいいよ。企画とかいいや。いやーもういいよ。そう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 。好きにやるの。猫だから猫。猫に聞いてごらん、今度野良猫に。将来の夢はって明日の予定はって聞いてごらん、猫に。にゃーって答えるからにゃーって言うから聞いてごらん、うん、猫に、うん、猫だからにゃーって言うだけだから、うん、そうだからにゃーだから、基本的にすべてにゃーだから、それ以外ない、それ以上もそれ以下もない。猫飼ってないよ。にゃー。ほら。うん、いたわ。そういえばいたわ。忘れてた。いたてな。忘れてたわ。うちには猫がいたわ。そうだった。お腹いっぱい。
女に嫌われるタイプだなこれ。こんだけ賛同を得ないアンチも珍しいよ。おっさんなのかな、会ってみたいよねこういう人ね、うん、なんかこの辺に唾食べながら喋りそうだよね。この辺に口角泡吹かせながら早口で喋りそうだよねすげえ早口で喋りそう絶対こいつと酒飲みたくないもんな。あストレス溜まってんだろうな。いや自覚ないんだろうな、自覚ないんだから、だから立ちが悪いんだよ。いや俺もねそこね深いと思う、深い、いい、いいどうだよ晴れおさん今日キレッキレだなこんなに常識を解いてたのに賛同が全然されないってすごいよね誰からも援護されないっていう、どん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 孤立化していくっていうね、うん、そして誰もいなくなったんだよ。かまぞなんだろうね常識をあんだけ解いて誰からも賛同されないってどういうことだよな。校長先生だよね、校長先生、こいつのこと校長先生って呼ぼうよ。あの校長先生ってさ、全校集会で一人で1時間ぐらい喋ってみんなに嫌われるじゃん。で自分だけ正しいと思ってるじゃん。ねえこいつのあだ名校長先生だな。校長先生、うん、校長先生、そう1時間喋っちゃうやつ。いやもう典型的な校長先生だよなんなんだろうね、あの校長先生の月一回生きるのやめてほしいよね。すっげえもうさ、いや校長先生ってさ普段仕事ないんだよ。で生徒と遠すぎるんだよ。だから月一回の演説に命をかけようとして、だからあんなに喋っちゃうんだよ。で一番上のポジションだからもうみんなこうもう注意誰もできないっていう。長いよ話っていう、うん、その話2分にまとめろよっていうね。嫌われない校長先生やっぱスピーチ短いもんね、サクッと終わるから、うん、な生徒倒れるね松平のり子ちゃんが倒れてますって。そもそも喋らない、うん、いやーやだね。あ、よっさんって今下妻に住んでるんだ。下妻物語の下妻だ。え、下妻って映画館あるんだ。まんま下妻のあの下妻物語のイメージだから、よっさんのツイッター下妻って書いてあるよ。映画のチケット映画館あるんだね。それにびっくりだわ。深田恭子と土屋アンナ可愛かったな。あのお姫様のやつ、うんうん、土屋アンナあの頃が一番可愛かったよ。なんか三輪明宏みたいになると思うんだよね俺、土屋アンナって。わかる？なんか激太りして、なんか三輪明宏系になりそうだよね。激太
フカキョン可愛いよね。土屋アンナはね、なんかモンスター化しそうなんだよね。なんかわかる、昔綺麗だったんだよこの人って、あのお母さんが説明する、タイプ。土屋アンナ好きだったな。深田恭子今の方が、むしろ今の方が可愛いよね。何なんだろうね、年取ってどんどん可愛くなる人っているんだよ。深田恭子もういくつだ、すごいよね。あー色気増してるよね、色気増してるよね。俺だよ、でも深田恭子性的にグッと来ないの。綺麗だなとか可愛いなっていうのあるけど、あの性的にグッと来ない。なんかねあるんだよそういうの。あの新垣結衣もそうなの。ガッキーもあ綺麗な人だなと思うけど性的にグッと来ないの。これわかる、これなんなんだろうね、これなんだろう。深田恭子まるで来ないね。なんかそういうタイプの芸能人っているんだよね。うん、なんだろうこの現象。そういえば、いやどうだろう、わかんないな。サブアカっていう概念が俺クソ寒いと思ってるんだよね。サブアカっていう概念が、なんかその名前とサムネイルを変えないと自分の言いたいことが言えないってすげえ弱いよね。すごいなんか情けないよね。サブアカある、みんな大丈夫？サブアカは寒いから気をつけた方がいいよ。アンチコメ書くときに使う。ああ、石川紀之さん、あのサブアカで悪口書きまくってるらしいよ。この前言われたもん。めちゃめちゃ詳しいの俺の枠について、なんかのりゆきさんが、でなんでそんな詳しいんすかって聞いたら、サブアカでアンチコメント書きまくってるって言ってた。プロかよっていう。のりゆきさんはいいわと思って。1日10時間やってタバコもチェックしてるんだって。うん、あー、あのね、覚えといて、これもうね配信6年目の境地覚えといてね。まず猫のサムネ、犬のサムネ、子供のサムネ、ネイルがこうなってるやつね、全員やばいから。女で猫のサムネ、犬のサムネ、子供のサムネとネイル、ネイルのサムネよく見てみて、指パンパンだから。もういや間違いないよ、もうこれもう三大メンヘラ、三大ババアだから。いやもう絶対、特に一番危険なのネイルだから。
一番やばいやつはネイルだから。指をよく見てみて。もうほんとドラえもん指パンパンだから。ほんと。あのね、これどういう、じゃ頭の悪いやつじゃないんだよ。いろんな世の中にはいろんなものがあるんだよ。いろんな世界があって、いろんな美しいものがあって、いろんなみんなに見せたいものがあって、いろいろある中で見せられるのがネイルなんだよ。いろんなものを部屋の中とか地域とかいろんなもの身にまたまつわるものを選んだ結果一番のチャームポイントがネイルなの。もうやばいでしょ。だからネイルには気をつけろよ本当に。いやそういうことでしょ。ネイルはマジで病んでるから、やつらのことをネイルって呼ぼう。いやそういうことでしょ。犬とか猫はまだわかるんだよ。犬とか猫は、いや、うちのワンちゃん可愛いでしょ、うちの猫ちゃん可愛いでしょ、だよ。うん。うん。いや、ネイルはやばいよ、本当に。ネイラーはやばい。もう本当にネイルはやばい。じゃあ、あの、LINE の友達検索のとこバーってやってごらん。一人ネイルがいるはずなんだよ。絶対に知り合いにネイルいるから。で、ネイルがどんなやつかを知ってるわけでしょ ?LINE だったら。あってなるから。うん。いたでしょ。で、俺の言ってること間違ってないでしょ、ネイル。ネイル、そういうやつでしょ。うん。いや、ネイルはほんとやばいから。ネイルはマジでやばいから。もう、ハズレを引いたことがない。いるでしょ。でネイルやっぱり俺の言った通りでしょ。いっぱいいる、スーさん。で俺の言ってること間違ってないでしょ。あっていうお察しでしょ。うん、そうネイルは結構いるよ。あの200人に1人ぐらいいるから。でしょうでしょう。ネイル俺の言ってるのはね、これ奥義だから。だからあの DM が来たりとか LINE 来た時にネイルだったら俺ブロックするもん本当に。うん、いや、ありがとう、ありがとう。のんちゃん、包丁。え？のんちゃん、包丁くれ。なんで？俺、ありがとうって言ったから死ぬ。俺も死ぬ、今から。ダメ。包丁持ってきて。やだ。切腹する。やだ。切腹させて。やだ。もう腹切る。ダメ。もう俺は今死んだ方がいい。死の、のりこ。ああもう風船つけて飛んでこ。うん。でしょ？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 スーさん。でしょ？やばいでしょ？だからもうネイルには気をつけてみんな。うん、ネイルは本当にやばいから。うん、でネイルはやたら粘着質なの。面白かったの意味が分かんないけど、うん、いやだからもう世のネイルしか自慢することができない女だっていうのでもう汲み取ってあげるしかないんだ。もうあれだよ、ネイルリスナーがアンチになった瞬間だよね。どんどんアンチを作っていくからね。5分喋ったら誰かしらが俺のことアンチになるからね、世界中の中で。もうネイルの花火は期待できないな。俺だけどね、わかんないのがね、なんで爪をきれいにしたいのかがわかんないんだよね。俺ネイルする人結構嫌いなんだよ。何なの？なんでその爪をきれいにしようっていう発あの汚いんだよ俺からすると。あの食い物とか料理をする気がない女に見えちゃって、あの俺はね爪見てネイルがやってると俺はちょっと引くんだよね。うん、わかるこれ。
家事 やる気ねえなとか、ああなんかああダメだなっていう、これわかるかな、ネイルする女の人嫌い、まだ許せて、あの透明の艶出しぐらいだよ、うっすら。何なのネイル。あと話変わるけど、解放ブスだな。すげえ話変わってごめんね、俺本当に最近ね、解放本当ブスだなと思って、それまあこの話はこれで終わりなんだけど、いやいや、ちょっと思い出したんだよね、解放ブスだなと思って、でそれ以上はない、出た解放の囲い出た。以上、解放はブス。ごめんね、結論だけで終わっちゃったんだけど。こっから話の広がりは一切ない。だってフォローがないんだもん。解放ブスじゃねえからとかないじゃん。お前解放意外と可愛いぞとかないもん。解放ブス、そうだね、終わりだよ。すげえブスだからな解放。いや結構生で見るとびっくりするよ。俺今だから言うけど、俺解放で寝てる時にピンポンで、家のピンポンピンポンで解放に起こされた時、何回か殺そうかなって思ったもんね、本当にあまりのブスだったから。何回かねちょっとね、あちょっと殺そうって思ったことあるよ、俺も、俺は俺で。いやブスでしょどう見たって。えぐいブスだからな。とんでもないブスだよ。いやこれネイルだから、これネイルだから、ネイルが必死になって、そうそうネイルのサブアカだから。時間的に俺のネイルのネタでキーってなったネイルがサブアカウントを一生懸命作ってやってきたの。もうほっといてあげていいの、ネイルだよこれ。もうロムってられないからサブアカできたんだよ。っていうかまあどれの深夜食堂をフォローしてる時点でお察しだろこんなの。やばいなこいつ。なんか俺ね、えちょっとドレさんの話していい、あのこれマジでドレさんの話していい、これもうネタでもなんでもなくて結構真面目な話なんだけど、この中にドレさんのリスナーいる？あのねこれね結構これね
マジで闇が深い問題だと思うけど、ドレさんってすごく影響力を与えるトークするの、あの人って。だから初っ端見た時みんな面白いって思うはずなの。あ、この人知識あるな、教養あるな、語り口面白いなって。でもね、あのね、大体3ヶ月から半年ぐらい聞くと、あのね、なんか違和感に気づくんだよ。で、なんか違和感に気づくの。俺それが最近答え分かった。ドレさんが言ってることって遠回し、ドレさんも気づいてないと思うんだけど、これドレさんの深層心理が分かったの。ドレさんがずっと言ってることって諦めろなんだよ。分かる？結論一言で言うと諦めろ、夢を見るな、世の中はうまくいかないとか、そういう話なんだよ、ドレさんの話って。だからね、闇が深いんだよ結構。だから結構病むんだよドレリスって。で、俺ね、その対極にあるのが俺パトラッシュさんだと思うの。実はね、パトさんとドレさんって陰と陽の関係でスタイルすっごい似てんの。そう、ドレさんって否定系なの。そうで、パトさんは肯定系なの。そうだからね、俺ね、いつかね、パトさんとドレさんがコラボするとふわーって二人とも消えてくんだと思うの、画面から。光と影が同じ画面に合わさるとふーってこう、シューってこう、あの、そんな気しない？パトさんとドレさんのコラボ枠だから、お互いこうあんまりコラボとかしないんだよ。わかる？ドレさんとパトさんを俺は同じ画面に入れてみたい。多分透過していくよ、こうやってうっすらで、声だけ聞こえる。幻だったんだ。パトさんね、俺ね、本気でガチヘラってやめると思う。なんかね、金梅さんがいじり始めて、そっからアンチが湧き始めて、あの人は囲い系だっていうの分かってたから、っていうかちょっとね、 Q ちゃん牧師みたいなスタイルだったんだよ。で、あんなに面白い人をね、大手がほっとくはずがないと思って、で、俺はそのまま大手になるもんだと思ってたけど、思いのほかパトさんが結構繊細で、多分もう配信やめた方がいいと思う。後半のパトさん見れない。俺パトさんの配信好きだったけど、あれはかわいそうだよ。パトさんは配信やるべきじゃない。パトさんが、あの、これもね、またね、闇の深い問題なんだけど、パトさんは病気が治ったんじゃなくて、躁うつ病の躁状態を俺らは見てるだけなの、明らかに。で、躁うつ病の人ってわかると思うんだけど、躁の方が危ないの。躁が上がれば上がるほど、うつに反転した時に本当にやばいの。だからね、いや俺はどう見ても結構重度な闇病んでると思うよ、パツさん。だって目バッキバキだからね。いやー、あれはおかしいでしょ。な、もう典型的な躁うつ病でしょ。で、多分うつの方に反転化しちゃったんだと思うよ、うん、俺も躁うつ持ってるから分かるの。危ないなこれと。パツさん人柄いいんだけど、すげえいい人なんだけど、うん、あれは見てて苦しかったね。だいたいランボルギーニとかフェラーリとかさ、高級会社乗りまくってるぐらい成功してる人がやるもんじゃないんだよ。社会的なステータス得まくってて、月収さ、もうだってフェラーリとかランボルギーニとか複数台所有してるって、多分月収1000万とかそのレベルだよ、うん、で、ねえ、やるもんじゃないよ配信なんか。だって話すことなんかないでしょ。
言ってネットで影響あるとか有名になるって言ってもたかだか100人とかなんだもん。でしょ。ヨーグルトと玉ねぎ混ぜて食ってたんだいやだから何がまずいってパトラッシュさんの放送って薬事法に触れまくってるんだよ。音飛ぶ？音飛んでる？薬事法に触れまくっててがんが治るとかうつが治るとか平気で言うじゃん。あれがすげえツボなんだよね。しかもなんか本当に信じちゃってるじゃん。俺そのパトさんをネタだっていうかさあやばい人だなっていう風にさ見るんだったら俺大丈夫だと思うけど、パトさんのことを本気で神格化しちゃう信者みたいなのが現れてたから、あこの放送危ねえなと思ってたよ。でドレさんはその逆パターンの信者を作るのだからね。植松くんっているじゃん。植松容疑者って障害者殺しちゃった人、ねドレさんリスナーだったって言ってたし、ドレさんほら植松の手紙とかインタビューとか受けてるけど、俺ねこれねこれドレさんが悪いって話じゃなくて、植松くんがそういう思想になった原因って俺ドレさん絶対影響あると思うよこれ。絶対影響あるというよりもドレさんはそういうつもりがないかもしれないけど、植松くんにとってそのドレさんの放送を見てそのなんつう影響された部分って俺絶対あると思う。俺ねドレさんにはそういうパワーがあるんだよ。闇のパワーが、ダークフォースが。そうだよ、ドレリスターだったよ。絶対影響受けてると思う。なんかねそれ分かる人には分かると思うんだよね、ドレさんの負のパワーっていうか。でドレさんが自覚がないんだよ結構それ。そこはね結構ね闇が深い問題なんだよ。話はでも面白いよやっぱドレさん。ただねドレさんを見ると病むんだよねドレさん見るとなぜか病むんだよ。たまにだから引き込まれそうになるんだよね、こうバッドバイブレーションに。いいバイブス持ってんの誰だろうな配信者で。だそれこそね俺ねいやねよく見てくと分かるよドレさんの放送。ね闇が結構深いで、ねなんていうのかな、要はねそのすごいね影響力のあるトークをしてるんだよ。影響力なんで響くんだろうなドレさんの。結構ね闇が深いよドルさんは。
そろそろトレーニング再開しないとな。体重を落とさないと。捨て頃ね。体が全然動かねえもんな。ロードワークもやんないと。いやいや、だからそういうところよ。俺もうすぐ死ぬからっていう発言とか、そういう節々にそういうところ隠れてるんだって。いやでもドレスはやっぱりそれ本気で言ってるよ。俺プライベートで会ってた時もやっぱ言ってたもん。もう俺は長くねえんだよって。そう、だ結構ね自虐的なんだよね、そういうところ。ネタじゃなくてそれ本気で言ってる、ドレさんは。本物の闇を覗いてるだけに結構引力ある。で俺ね、ドレさんがね、ドレさんたるゆえんのね、あの厄介なところってね、本人が病気なんだけど頭がいいからこそ自分の病的な部分に気づけてない部分があるんだよ、ドレさん自身が。要はね、あの理論武装しちゃうところがあるの、ドレさんは。頭が良すぎて。だからね、そこがね意外と厄介で、そのドレさんが病気に見えないっていう、その厄介なところなんだよね。もうどっからどう見ても俺病人に見えるもん、典型的な。でもあのパッと見やっぱ分かんないよね、ドレさんの闇の深さは。だから俺の場合さ、病気がどうとかじゃなくて、俺の場合さ、本物のバカなだけじゃん。あの気違いっつうかさ、なんつうんだろう、要は俺の場合アホなだけだから、教養がなくてアホで、でなんかそういうタイプだから、実害はないじゃん、見てても。別にあこいつ嫌いで終わりなんだよ。でもね、ドレさんってね、だんだんね、その洗脳させていくんだよね。でドレさんが洗脳させようと思ってやってるんじゃなくて、そのなんつうの、影響をゆっくり与えていっちゃうから、リスナーに。いや配信者はやっぱあれだよ、少なからずさ、やっぱ長時間やっぱ見る人とかもいるから、気をつけないとなと思うもんね、自分も。少なからず多少の影響を与えるから、なるべくそのなんだろう、なんつうの、盲信的にならないように、盲信的にならないように気をつけてるよ。でいるんだよ、非暗示性って言うんだけど、あの暗示かかりやすい人って、そのなんだろう、まあプライベートで嫌なことがあったりとか、なんかまあ女の子で言ったら、分かりやすいところで言ったら、彼氏に振られたとかさ、仕事がうまくいかないとか、男の人は孤独ね、家族がいなくて恋人がいなくて寂しいとか、そういう時ってがっつりその依存する傾向にあるから、人に優しくされると。だからリスナーになんかこう甘い言葉とかかけるのってあんまり良くないなと思うもんね。すげえ残酷だよなっていう。だってさ、何ができるっつったら何もできないじゃん、配信者って。リスナーがどんだけ困ってても、どんだけ苦しくても、その配信見せることしかできないわけだから。だから彼氏になってあげることもできないし、一緒に家族になってあげることもできないわけじゃん。だから俺、その家族だとかさ、恋人かのように振る舞う配信者って俺嫌いなんだよ。すげえ罪が深いと思ってて。そこに依存してる人たちがその花火投げてるわけでしょ、結局。でもさ、現実はさ、そのなんだろう、
配信者もパコりまくってたりとかさ、恋人がいたりとかさ、全然裏があるわけじゃん。だからなるべくなるべく裏表がないように、裏表がないようにっていうのは考えてるよね。なるべく裏を見せていくっていうか、勘違いされないように気をつけないとね。やっぱお、聞きたいことあった。谷さんこんばんは。追い出した。噂に聞いたけど、谷さんの口から聞きたかったんだよね。いろいろペットを捨てたでしょあなたねえ、捨て人間を作ったでしょ。捨て人間、野良人間作ったでしょ。ダメだよペット捨てたら人間ペット捨てたでしょあなた。野に話したでしょ。ちょっと近況聞かせてよ。どうなってんの。石野の元飼い主、あ、戻ってきたんだあ、そうなんだ。じゃあいいか。なんだつまんねえな。なんだよ全然面白くねえじゃん。甘いよ、甘いって。なんだ全然面白くねえじゃん。見逃したわ。なんだ、あ、戻ってきちゃったんだ。捨てときゃいいのに。ああ、いやいや捨てたらね面白かったのにさ。なんだよ戻ってきたのか。つまんねえ男だな本当に。今ココア入れてくれてんだ。つまんねえ男だな。つまんねえ本当に。なんだそれ、ココア入れてるって。何の笑いも起こらないよそんなの。なんだここはって。寒いよ本当に。枠で泣く。いやだから面白いんじゃないか。もうダメだな石野はな。なんか俺石野がどんな男になるのか楽しみだったけど、もうダメだな。いや結局ダメだと思う。ドラマは起こらない、俺はね正直ね、石野がね本当にね何かの世の中、この資本主義社会の切り札になるんじゃないかっていう期待をしてたの。淡い、なんかこいつやってくれるんじゃないかっていう期待があったけど、ダメだわ。もうココア入れるぐらい成り下がったんだから、ダメだ。もう期待できないね。そうなんかね、その牙がすげえかっこよかったの。石野が持ってるそのもう本当に人を殺す目をしてたから、俺が出会った時はもう誰かやっちゃうみたいな顔してたからね。本当に好きあらばダメだな。ほんと飼い猫、飼い犬になったらダメなんだよ。パンツを畳んでるんだ、もうダメだ。革命は起こらないわ。石野に期待するのやめよう。ああそうか、そうだったか。パンツを畳むのか。いやいや、それこそね、なんかね、俺は石野みたいな核弾頭みたいな男が好きだったんだけどな。なんか本当にね、こいつかっこいいなって何回も思わされたもんね。全然かっこよくねえわ。ほんとは石野生きてるって。全然面白くない。ステイシノが帰ってきちゃったんだって。ココア入れてるって今。クソつまんないね、なんだ
ダメだなあいつ、パンツ畳んでるってよどうしようもないよね。いや石野には幸せになってほしくなかったな。なんかのたれ死んでほしかったんだよね。わかる。助けてくださいよ、寒いっすよ、って言いながらカッチカチに固まって死んでほしかったんだよ。カッチカチ朝起きたらカッチカチの石野見たかったんだよ。あ、石野石野って固くなって、死後硬直で石野起きろって何が石野だよ、本当に岩野だよ、もう岩野、石野じゃねえよ本当に。いや石野なんかね、生まれてこなきゃよかったんだよ本当に。生まれちゃいけない子供だったんだよあれ悪魔なんだから、あの悪魔たたりだよ、たたりねえのんちゃんおいで、いつもなんかね、あんなのねすぐ村八分にされるよね、小作人の癖してよ、小作人の癖して侍ぶるからな、うん、のんちゃん柔らかいな、のんちゃん痩せたいね、うん、彼知らないよ、ペット、人間ペットだから、人間を飼ってる。谷さんのツイッターのプロフィール見たらペット飼い始めましたって書いてるから、うん、不幸っていうかね、なんだろうな、あのね、違うんだよ、戦ってる石野が好きなの。戦ってない石野なんか誰も望んでねえから、別に谷さんのところにいてもいいんだけど、あいつ逃げるじゃん、逃げるどころかさ、逃げてもいいんだよ、戦っても逃げてもいいんだけど、あいつなんだろう、寝てるだけだからな。だから不幸になれとは言わないけど、戦えよっていうのがやっぱリスナーの考えなんじゃないの。戦わないで何かを得ようとしてるから、そう、それは別に物理的に戦えって話じゃなくて、戦えよっていう、戦わないやつはダサいよ、戦わないやつはクソダサい。キツネ枠はブロックされたら次枠見れるよ、ニンニ。キツネ枠はその場限りのブロックなの。だから次枠でキツネ開いた場合ブロック解除されるよ。キツネにブロック解除っていう概念ない。そう。ね、もし普通の枠の見れないとしたら、キツネ枠でブロックされたんじゃなくて普通のアカウントブロックされてんの。いやいいよね、明日起きたら死んでねえかなって、まあ名言だよね。
あ、そうなんだ、ブロック解除してるんだ。いや、ブロックされたっていうのを解除してくださいっていうのはね、でもおかしいことだと思うよ。たまにいるけど、ブロックされるようなコメント書いちゃったの、どんなコメントであれブロックするっていうのはさ、配信者にとっては不快なことをされたんだよ、どんな場合であれ。たとえそれが花火を添えたとしても、ブロックするって要はその見てほしくないっていう意思だから、ブロックを解除してくださいっていうのはおかしいと思うよ。うん、名前変えたからキツネ、いや、キツネ枠で自己主張されたら嫌だよ、そりゃ。うん、キツネ枠で私誰々ですっていう人いるけど、キツネ枠の意味がないんだもん、それ。それブロックされてもしょうがないよ、ニンニ。俺も嫌だもん。コテハン読まなくていい枠だから気楽なのに、コテハン書かれたら、そんなさ、だってさ、何番がニンニで、何番が誰々で、何番がって100人単位で覚えられるわけないもん。無理だよ。それは通常枠で書かないと。500ポイント以上のアイテム投げないとブロックする。いいんじゃない、別に。それが石野のスタイルだったら貫けばいいんじゃない。別に悪いことでも何でもないと思うよ。だって枠の主は石野なんだから。むしろね、なんかね、俺最近のリスナー堅苦しいと思ってて、こうあるべきみたいな、だからリスナーが配信論唱え始めてるから、なんかこうあるべき論っていうか、いや、そこまで考えてんなら、なんか自分で枠やればとか思うもんね。なんか配信に堅苦しいルールとか持ち込むんじゃねえよって思うもんね。名前、俺は貧乏だよ。もう、ワド監督ではないよ。もう次のステージに行ったんだよ。俺は貧乏だよ。うん、名前なんか何でもいいよ、もう。いや、あのね、クソな道理っていうか、なんかね、俺思うんだけど、俺は真面目なやつとか、なんか正論っぽいことを言うやつってクソつまらないやつだと思ってるの。なんか俺、なんだろう、俺そういう綺麗事みたいなの大嫌いなの。おそらくなんだけど、人間って、なんだろう、もっと、なんだろうな、悪いものとは言わないけど、もっと、なんだろう、すげえ複雑なものだと思ってて、で、一言とか言葉とかそういう概念っていうのかな、そういうもので整理できない分類にあるものだと思ってるから、だからね、なんかね、頭でっかちな、なんか何か全て知ってるように振る舞う人間とかを見ると、あ、こいつってバカなんだなと思うの。あのね、それはどういうバカかっていうと、自分がバカなことに気づいてなくて、賢い人間とか神様だと思って振る舞ってるのが俺大嫌いなのよ。で、俺は自分が頭がいいと思わないけど、自分がバカであることを知ってるわけじゃん。だから同じバカなのに、なんかそのバカじゃないふりをしてるやつを見るとね、すげえ滑稽だなと思うんだよね。
なんか家族のためにとか社会がとか世界がとか国家がとかいうやつ、頭おかしいやつだと思うもんね。子供がいたらとか、てめえがセックスして勝手に作った子供だろ、なんでてめえが勝手にセックスして勝手に作った子供で、お前の勝手に作ったルールを俺に押し付けるんだよみたいな。でも子供がいたらさとか言って、知らねえや、てめえがセックスしたんだ、だらしね。そう思わない？てめえが勝手にセックスして勝手に責任取って勝手に家族のために働いてて、勝手なことばっかり自分でやってた、ね、人に、でも子供がいたらさとかさ、知らねえよバカ野郎、だったらセックスなんかすんなよ。そう思わない？だらしねえからだろてめえが。嫌いなんだよ俺、その自分が全部すべて正しいと思ってる人間が、でしょ、いろんな生き方があっていいんだよ。そう、自分で考えることを放棄してんの。その通り。私はこの生き方が好きなの。子供のために生きるのって言ったら、俺は素晴らしい人だと思うの。でもね、その自分の生き方を肯定できなくて、俺にその考え方を押し付けるやつとかクソだよ。石野はすごい温厚な性格だよ。俺すごい似てるなって思うもん。あの表面上ね激しい人間に見えるけど、石野と俺ってすごいね温厚なね、のほほんとした生活を望んでるだけなんだよね。すごい似てる。そこはそれを壊そうとするやつがね嫌いなんだよ。常識人ぶってるやつほど信用できないやつはいないよ。あのさ、なんだお前、何ナオなんとかさ、俺とニンニの関係古いんだ。もう 4,5 年の付き合いだから、お前が口出せるような問題じゃないから、うん、お前とは、お前と俺の関係なんてペラッペラの関係で、お前なんか死んでもなんか大怪我しても俺なんとも思わないけど、俺とニンニ古いから、お前が口挟む問題じゃないから、人の関係に口出さないで、俺とニンニの信頼関係があるわけだから。おとなしいよ石野は。おとなしいっていうかね、石野が本当に望んでんのは平穏なんだよ。わかるもん。ただのほほんと太陽浴びて日向ぼっこしてご飯食べて女の子とイチャイチャして普通にそのまま死にたいんだよ。何も望んでないよ石野は。ただ普通にニコニコしながらのほほんってこう風感じたりね、太陽浴びたりね、魚食べて美味しいとかね、そういうことを望んでるんだよ石野は。本読んだり映画見たり。だから俺はね、石野の感覚正しい、全く同意できるのはね、働くっていうことがいかに愚かなことかだよ。働くってだって奴隷だもん。要は資本主義を肯定してるやつを後押しするんだもん。働くって、働かなくていいんだよ、カウンターだよ。働けば働くほど金持ちが有利になるんだから。俺は石野の直感みたいなものはわかるよ。
うん、公園で木をよく触ってるんだ猫だな。これコトコトしない、コトコトしてないよ。なあ、大体さ、人間なんか生きてる意味なんかないんだから。たかだか100年未満しか生きれないんだよ。で、人間が勝手に人間のルールで偉いとかすごいとか偉大とか勝手に言ってるだけで、なんつうの、宇宙とかさ、地球から見たら人間なんて死んでも死、なんか生きてるでも生きてなくても意味なんかないから。人間が寂しいから、その俺には価値があるんだ、俺は素晴らしい人間なんだ、俺には意味があるんだって怖いからね、勝手に言ってるだけなの。道徳がとか、人としてとか、社会がとか、世間がとか。ここに生きてるほとんどの人なんか100年後忘れられるから。誰も覚えてないよ、100年後。そう思わない？自信ある？100年後、1000年後語り継がれるようなことやってる？やってないでしょ。みんな忘れられるよ、ここにいる人間。そんなのいたのって言われるよ。そう思わない？うん、歴史に残んないでしょ。歴史に残らないどころか、宇宙に対して何の影響も与えられないと思うよ。俺はだからやりたいことやろうよっつってんの。まあ、いや、自我なんてもう存在しないよ。それは仏教のブッダが一番最初に言ったことね。大玉シッダールタが言ったこと、自分なんてものは最初からないって言ってんの。だから俺はブッダが信頼できんの。自我があるっていうのがそもそもの幻想と、そもそもの欲望の始まりなんだっていう。自我なんてものはないんだ。そもそもない。ないものをあるって言ってるから迷ってるんだ。お前、視界に入るの目障りだから DM でやれよ、お前。貨幣経済人間界だけっていう、別に貨幣は別に正しく資本主義やるんだったらいいんだけど、俺相続が気に入らないんだよ、ゴールキャットさん。資本主義の欠点、相続だと思ってて。で、人間の命って有限じゃん。お金って時間期限作ってないから危ねえんだよ。子供にとか自分の子孫を良くしようっていう欲望が働いちゃうから。そうするとさ、努力をしてね、努力をして、その差別を否定するのが現代社会だから、お金持ちの子供と貧乏な子供がいたらダメだと思ってんの俺。で、努力をしたやつが稼ぐっていう仕組みは俺はありだと思ってんの。俺は努力しないから貧乏でいいってなるけど、でもその貧乏なやつのスタートラインが低いっていうのはダメだよ。だから俺は相続が原因だと思ってんの。あと土地ね、土地。あ、もういいよ、石野に魅力ない。石野にもう期待してない俺。石野に魅力感じない、今の石野に。服屋やれって言っといて、お前が作る T シャツ楽しみにしてるから服屋やれって言っといて、うん、あの一生着てやるって、うん、服やれよって。いつまでも待つから、服屋やれってさ言っといて。
まあだから相続税が高いんだったらそれが可能だからいいけど、3世代だよ、フラット化するまで。3世代ってさ、ダメでしょ。だったら死んだら全員国家が取り上げて子供たちの福祉に回した方がいいと思うよ。そう思わない？まあまあこれは俺の考えだから、別に俺の都合で社会回ってないからいいんだけどさ、俺は俺で楽しんでるし、俺は恵まれてるから俺はいいんだけどね。でもなんかこう不平等だなと思うよ。そう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 、だから税金を、だから俺言ってんのよ。そう、パチさんその通りなんだよ。なんて言うのかな、相続税 100% にしろって、うん、相続税 100% にしろよって。そう、うん、賛成だね。そしたら努力して勉強して頑張った人がお金持ちになれるっていう完璧な社会ができるんだよ。そう、資本主義が長すぎるんだよ。昔は戦争があって、戦争の時に巻き上げてたから国家がね、戦争で一回ダメに、そう、フラット化するの。だから戦争ってね、実はね、すごい理にかなった作用だったんだよ。ああ、存在してるよ。で、社会主義と違って立ちが悪いのが、昔はこの人が金持ちだっていう権力と権威が結びついてたの。でも今誰が金持ちなのかっていうのがサイレントになってんのよ。それが危ない、すごく危ない。だから俺は今の社会システムやるんだったらちゃんと貴族文化復活させろって言ってんの。そう、別に頑張ったやつとか、その頭のいいやつが稼ぐことを俺は否定してないよ。それはすごくいいことだと思う。それでも俺は働かないと思うけど。そう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 、そういうこと。誰を叩いていいのか分かんなくなってるってことね。誰、戦う相手を失ってるんだよ。革命を起こさせないように仕組まれてる。贈与税ね、まあそうだね。まあ結局だから頭のいいやつが勝つんだよな。いやいや、そういうことなんだよ。いや、うん、今ねすごいチケシさんがいいこと言ってて、パツさんもいいこと言ってて、結局なんだけど小賢しいやつが勝つんだよな。うん、だから俺はその小賢しいのはかっこ悪いから、ホームレスを背負って生きてくよ。だって俺超闇が深いと思ったのがさ、パソナっていう日本初で人材派遣で上場した会社があるのね。パソナグループっていうのがあるんだけど、竹中平蔵がさ、小泉内閣の時何やったかっていうと、派遣法の規制緩和をやったのよ。派遣法を変えたので、それはそれでいいんだよ。竹中平蔵は別にこうやったら社会良くなるからって言ってたの。竹中平蔵今パソナの会長やってんだよ。
これはダメだろ。これ本当に普通だったら殺されるレベルだよ。普通のまともな国家だったら、てめえの小遣い稼ぎのために何国家いじくっとるんじゃって話でしょ。ダメだろこれは。俺南部さんにお世話になってたからあんまりこういうこと言いたくないけど、てめえの私利私欲のために国家とか国民巻き込んでんじゃねえよ本当に、うん、小賢しさと器用さをない自分に腹が立つ日々。いやいや結局ね、個人だよ。家族ご飯おいしいねってにっこりさせる力があるとか、職場で慕われる上司とか、俺はそこに幸せがあると思うよ。身近にいる人を幸せにすることができたら結局日本なんて勝手に良くなるんだよ。だから国家のシステムがどうとかいろいろあるけど、結局もやっぱ個人個人で一人一人ができることやっていくのがすげえ大事だと思う。その目の前に泣いてる人がいたら助けてあげるとか、それこそだからあれだよ、石野を拾ったさ、あの谷さんみたいなもんで、いや本当そう思うよ。だから俺本当にね、国がとか国家がとか生活保護がとかいろいろ言ってるけど、極端な話、俺とノリと、まあ匠さんと X さんと、まあ、アルファさんとか、あと弾丸塾のスタッフさんとか、身近にいる人と笑ってたら俺何でもいいもん。もうぶっちゃけた話、もう身近で関わってる人が幸せだねって言って、こう例えば映画のスタッフ、新しい仲間たちだよねとかが最高だねっていう、俺たち幸せだねって言ったら俺ほんと何でもいいもん。別に国が滅ぼうが何しようが、できることやる。もういくら国がどうとか社会がどうとか国家がどうとか国民性がどうなんて言っても変わんねえから、そこまでに俺力ないもん。うん、でだから資本主義は否定してないって、バトさん、資本主義全然否定してないよ。頑張ってるやつが儲けるのはいいことだけど、生まれながら、例えばさ、ドラゴンクエストで、まあ頑張って魔王を倒すっていうゲームだったらいいけど、レベル1の村人とね、村出た瞬間にスライムじゃなくて魔王級のやつが出てきたらダメでしょっていうことを言ってんのよ。それもうゲームにならないんだっつってんの。いきなりさ、デスタムーアとか村人出てヒノキの棒買って、わーい魔王倒すぞって言ってフィールド出た瞬間に魔王が出てくるんだって。デスタムーアがメラゾーマ打ってきたらダメでしょ。所持金多くてスタートでもいいんだけど、別にいきなり鋼の剣隣のやつが買ってるとかさ、いやなんかね、いやそれくらいねずるい世の中になってると思ってて、俺のポジショントークじゃないっていうことを分かってほしいの。お前が中卒だからだろう、貧乏だからだろうじゃないのよ。俺金持ちでも同じこと言うんだよ多分。俺の考えだとポジショントークではないからね。だからほら実際俺金持ちに対してやっかんだりはしないじゃん。いやそれはあなたが努力してるからでしょって、運がいいからでしょって、俺たちは仲間になりたそうにあっちを見ることしかできない。いやー俺は新しいことやりたいね。だからこれだよ、これこういうことだよ。これに何の意味があるのって、これに何の意味もないわけじゃん。だからこれだから、これのりこと一緒にカウンターをやってるんだよ。作りたいもん作る、遊びたいことで遊ぶ、やりたいことやる。だからこんなの何の意味もないけど、俺とのりこは綺麗だな、楽しいねでいいんだよ。クリスタルロッドを作るっていう、綺麗でしょ、綺麗でしょ。そう、世の中に売ってないものを作るんだよ俺らは、のりこと一緒に。そう、綺麗なものがないから綺麗なものを作るんだよ、売ってないから。綺麗でしょ。これで家具とか作ったら最高に綺麗だよ。
これがさ、その鉛筆でこれとかさ、机の柱がこれとかさ、想像してごらんよ。綺麗でしょ。これが机になってたりとか、その身の回りのものとか、そういうのが俺はいいと思ってて、俺これさ、例えばさ、あのカメラのこの三脚のこの部分をさ、ここの鉄の棒とかをさ、これに変えるとかもできるわけじゃん。夢があるじゃん、なんか。そう、これで写真撮ってあげたらなんかさ、なんかすごい三脚で写真撮るなこいつってなるじゃん。そうそう、今のりことアート個展開くために頑張ってんの。のりこを芸術家に今戻してるんだ。そう、でもこれもリスナーさんが支援してくれたからのりこが復活できたんだぜ。ちょっと約束破っちゃって申し訳なくて、映画のお金2万円使わせてもらったんだけど、弱者論に言及する必要ない。ちょっとごめん、何言ってるか分かんないわ、申し訳ない、思ったこと言ってるだけだからごめんね、何言ってるか分かんねえわ。でもさ、なんかいいじゃん、こういうお年寄りが使う杖とか、孫とかがこういうので杖ついてた、おじいさんがこういうので杖ついてたらかっこよくない？おばあちゃんとか、のりこのパッションっていうか、のりこにパッションなんかないよ。のりこは綺麗なものが好きなだけだから、情熱じゃないんだよ。いや、芸術がのりこを癒してくれるんだよ。俺はこれすごい大事なテーマだと思ってて、芸術がのりこをぶっ壊したんだよ、間違いなく。芸術、現代芸術がのりこをぶっ壊したから、俺が芸術がのりこを復活させるっていう儀式だよ。ねえねえ、おじいさんがついてたらかっこいいじゃん。アスペか、お前アスペか、大丈夫か。わからないことはわからないでほっておきな。俺とお前じゃ生きてきたさ、経験が別々なんだから、わからないんだから。で、みんなはわかってるわけだから、わからない ものはわかるときは来るから、わかるまでほっておきな。君がいくら質問しても君は多分わからないよ。君の器じゃ、器が小さい。言葉で納得するような問題じゃなくて、ライフスタイルの問題だから。これは要は俺のその言葉を受け止める度量にない、君が。のりこと貧乏に美しい未来が訪れることを願う。ありがとう。まあ俺らは楽しく、なんか猫みたいなもんだから、楽しく一緒にニコニコ過ごすよ。筑前に美味しいねって言いながらクリスタルロッドを作り続けるんだ。なんでさ、頭悪いやつって必ず語尾に笑をつけるんだろう。これさ、言わせて、これめちゃめちゃさ、さっきのネイルと同じぐらい賛同できる話だと思うけど、あの頭が悪いやつほど語尾に笑をつけるじゃん。わかる？あのさ、全然笑をつけるタイミングじゃないのに笑とかつけるやつって、俺バカなやつだと思ってんの。使い方間違えてるよ、言葉の。バカなんだよ。コーヒー買ってくるわ。なんでこいつずっと笑ってるの？怖いわ。
にしときゃバカに、バカにするとき別に 笑わないとお前バカにできねえのかよ。どうしようもねえな。いいんじゃないの別に。お前にバカにされたところで俺ノーダメージだから、全然バカにしてくれていいよ。のんちゃん寝てるね。イヤホンここか。
なんか俺が鼻につくんだろなんか誰かが自由だと自分の生き方が否定された気になる人っているんだよ。おはよう。ショートスリーパーだな。寝れなかったのか。嫌な世の中だな。長いね。結構引っ張ってるね。うわー、なんかめっちゃ泣けるわこの動画。寒い冬に1羽の鳥が死んでるので、1羽の鳥が寄り添って温めてるのよ、ずっと動かないで。で動画撮影者が死んでる方の鳥いじってあげて、もう1匹の鳥の生きてる鳥の方にこの子死んでるよっていうことを教えてあげてるの。いや動いてないでしょって。多分つがいの鳥だったんだろうけど、一匹が死んでひっくり返ってこう固まってるのを一匹が温めてるの。そばから離れないのよ。でそれを見たスマホで撮ってる人がこう動かないでしょって教えてあげてるんだけど離れないの。いや多分なんだけど、次の日その人が投稿しに行ったら全く同じ状態でもう一匹の方が死んでて、でそのスマホの動画投稿者がその2人の鳥を埋めてあげるところ、めちゃめちゃなんかすげえよね。優しいんだろうね。優しいつうか死ぬまでさ、その人の
そのパートナーと寄り添うんだなと思って、すごい鳥って優しいなと思って、切ない。うん、多分好きだったんだろうね。鳥って優しいんだな。切ないね。切ないっていうか優しいよね。すごい優しいよね。なんか俺切ないとか悲しいっていう風な感じじゃなくて、うわーなんか動物って優しいなと思って、なんか自分の命を使ってまでね、愛情表現ってなかなかできないよね。いいね、ありがとう。すげー優しいよ。言葉では言えるじゃん。言葉ではいくらでも好きとか愛してるとか、でもその命を使って表現するっていうことはなかなかできないからね。うん、すごいよね。うん、優しい、底抜けに優しい。いいな、動物は優しいんだよな。なんだろうね、どうなんだろうね。だから俺に人間も動物の一個だ、一種類だと思ってて、なんか人間がすごい傲慢に見えるんだよね。傲慢に。俺人間も別に変わらないと思ってるよ。動物、所詮動物でしょっていう。そんな変わらないよ。
クリスタルロッドっていうかね、なんかね、なんだろう、最近ね、これ年取ったなと思うのが、直すっていうのってめちゃくちゃかっこいいなと思うんだよね、最近。あの、新しいものの方が綺麗とかじゃなくて、古いものを直すとかってすげえかっこいいなと思って。で、今直せるやつって世の中に何人いるんだろうと思って。直せるやつっていうか、直したりとか再利用したりするってめちゃくちゃかっこいいなと思う。リペアかっこいい、すげえ。なんか俺、ジーパンとか破れてたら捨てたんだけど、生まれて初めてリペアに出したの、このジーパン、ここの部分。なんかそのなんかボロボロなかっこよさってあると思うんだよね、長く使ってるかっこよさって。そう、財布とかもやっぱね、使っていけば光沢を帯びていくし、うん、なんかね、その長く使えていいものっていうのがテーマになってきたかな。新しいもので欲しいものもあるけど、パソコンとかだけど、その服とかバッグとかはもう10年後使えるかなとか、うん、あーかっこいいっすね、それ京浜急行、へー、あー、それかっこいいな、それかっこいいっすね、へー、うん、なんかそのなんだろう、古ければいいってもんじゃないんだもんね。やっぱその長く使えるものを作ってるかっていうか、デザインしたやつが、でなんかみんなから愛されるものってあると思うんだよね、長く使うことによって。だから俺、日本人の考え方で好きなので、つくも神信仰ってあるじゃないですか。10年使うと魂宿って、100年使うとなんかその神になるっていうか、なんか古いものっていいっすよね。不変なものはないけれども、なんか作る、ゼロからものを作るっていうことと、買うんじゃなくて、買うって誰でもできるから、で買うっていう行為じゃなくて、作るっていうことと直すっていうこと、仕事になるんだよ。で買うはね、仕事にならない。だから作ると直すがテーマかな。作れるのか直せるのか、自分が何を直せるのかと何が作れるのかっていうのはすげえテーマかもしんない。それを思い始めたのは30代からかな。買うはダセーなみたいな、買うダメだなと思い始めたね、作らないとっていう。3D プリンターとか金属削ったり木加工できる施設が都内にでき始めてるから意識が、いや俺ね、 3D プリンター物作るとは違うと思ってんだよね。
いや俺ねのりこと動画5時間ぐらい見てこれについて見ていったんだよ。でそしたら機械でものすごい芸術的な作品とか作れるし、Google の AI とかの写真とか人物とか作るともう人間と見栄えがないとかもあるんだよ。で結局じゃあアートって何なんだろうっていうことをのりこと話したのよ。でなんて言うのかな、なんて言うんだろう、間違っててもいいし汚くてもよくて、なんか有機的っていうのかな、なんて言えばいいんだろう、ちょっと言葉にするのが難しいんだけど、なんつうんだろう、誰が作るのかなんだよね。誰が作るのか、いやのりこは論はないの、それが面白い。のりこは俺に付き合ってて、まあリスナーの頃から含めて4年間何か論じたことはないんだよ。でもすっごく考えてるの、俺に言葉で言わないの。だからのりこはぼーっとしてこんなになってる時にぼーっとこんなになってるから、のんちゃんのんちゃんって言って、ああごめん和道さんって、今作品のこと考えてたって。で俺も聞かないし作品のことは。でものりこはすごい考えてるんだよね、自分の頭の中の世界で。論じゃないんだよ。だから論ができるんだったら論者になればいいわけだから、のりこは論ができない、できなくていいと思ってるし、そんなことしなくていい、ただひたすら作ればいい。だからなんだろう、のりこが多分今までうまく作ろうとしてたんだよ、かっこよく作ろうとか。でも俺はそうじゃなくて、ボロボロでもいくてもダサくてもよくて、なんかのりこが作るものを見たかったんだよね。どんだけ不器用でもいいから、のりこが作ったものに価値がある。だから結局さ、何がさ 3D プリンターとか良くないかっていうと、そのそれって 3D プリンターを開発したやつのあが3D プリンターをデザインしたやつの価値であって、その 3D プリンターからこんなものができるんだってなるのかなっていう。だからね、要はね、商品とか製品と作品の違いだよね。動画にもそれ、のりこは最近毎日ニコニコしてるよ。谷さんのりこの作品見る？これが今作り途中の、まだ途中だけど綺麗でしょ、ピカピカ、ライト当てたら綺麗かな、いいでしょう、素敵だよね。これで家具とか作ったらすごいいい家具作れるよ。ちょっと難しいんだけど、そのなんかその 3D プリンターのアートっていうか、なんか何て言えばいいのかな、なんて言えばいいんだろう、なんか芸術って遠くにあるもんだと思いすぎてないっていう、なんか俺そんなことじゃないと思ってて、そのアートってもっと身近なものだと思ってるの。
そのなんだろう、もう日常生活にあるものっていうか、もうそれこそ生き方ぐらいな、うん、例えばそのリペアがかっこいいっていう概念とか直すっていう概念とかも俺はアートだと思ってて、なんだっけ、アートの語源って何だったかな、すげえ面白いんだよな、ちょっと待ってね、アートの語源、アート、なんかあったかな、ちょっと待ってね、坂口恭平が何か言ってたんだよな、あ、俺もう本当にそうだと思う、庶民レベルと庶民の考え方とその芸術がすごい結びついてたと思う、江戸時代とか大正とか、うん、そうそう感覚なんだよね、そうそう谷さん、そう、その新しい経済圏を自分のなりにどういう風にしてブリコラージュによって作るかっていう、それがテーマだ。俺は家をなんでここまでわざとやってるかというと、そのエコノミクスという語源、語源になるわけで、エコノミクスっていうのは経済でしょ、経済の語源はオイコスとノモスっていう言葉、古代ギリシャの言葉、オイコスっていうのは家っていう意味、ノモスっていうのはあり方っていう意味、実はエコノミクスっていうのは自分の住んでる家っていうものをどのように捉えていくかとか、どういう方法論で家を建てていくかとか、それこそアマゾンの奥地だったら草木と、ね、それ藁とかを持ってきて重ねていく、これがその人の経済という考え方だ、身の回りにあるこの木とこの木を俺はこういうふうに使うっていうのがそいつの生き方だから、生き方が本当は経済なんだけど、エコノミクスってイコール生きるってことだから、今俺ら知らぬ間にそのキャピタリズムの中に入ってて、それの中でどうやってうまくいくかとか、それこそその現代美術とかそういうアートであるって言われてるものでさえ、アートマーケットっていう中で、つまり無名なやつは 1号なんか何千円で、有名になったらサザビーズで16億円とかで売られるわけ。俺はそうじゃなくて、自分の 絵があるんだけど、俺のドローイングは1枚1坂口って言ってんだけど、1坂口はイコール日本円に直すと50万円なの。どういうことかというと、1枚この H サイズのドローイングを描くのに1週間かかるんだけど、1週間描いちゃったら2ヶ月ぐらいちょっと描けないの。つまり2ヶ月ぐらい俺と嫁さんがちょっとウハウハで生活していける値段っていう数字を俺が作った、自分の体が作った。1ヶ月20万かかるのが俺の生活費、5万プラスされるとちょっと上がらなきゃ、つまり25万かける2ヶ月で50万、つまり俺の1坂口は50万とセッティングしたと。それで俺がそのカナダのね、今そのボーイングアイランドっていう市長もやってる中国の国家主席の、まあ、顧問弁護士です、国際弁護士のジャック・アデラーっていう人と初めて絵を売った時の瞬間がそういう会話をした。したら向こうも買おうとしたのが45万から多分58万ぐらいの間だったら買うとかね、これ公益って言ってんだけど、つまりこれ俺が10万って言ったらこれって買わないの。 安いから売れるって問題じゃなくて、その俺の価値とその人の価値がピッカーンってこうピッタシカンカンになった時に、初めて経済っていうのが、つまり俺の家のあり方というか生き方とかその人の生き方とシェイクアウトした瞬間に本当は経済生まれるの。そういうふうに、つまり60万って言ったら売れなかったの。つまり自分を高く見積もりすぎたら売れない、低く見積もっても売れない、自分の在り方っていうのは何なのかっていうのを発揮して見せるのがエコノミクスっていう、今回独立国家の作り方では、つまり俺が絵を、これアートの話してないか、もう一個見てみるか、かっこいいね。戦争を起こそうと、戦争はやっぱり大事ですから、人間っていうのはやっぱ戦争っていうのは大事で、その戦争っていうのは何かと、もうぶっ壊したいとか、人をバーって撃ちたいとか、そういうエネルギーあるんです。でもそれをね、ただ解放させてダメで、それを抑制するっていうのが芸術なんですよ。そういう気持ちをジュッて抑制して、じゃあそういう意味では戦争という概念は変わんないんだけど、やり方がちょっと違う。僕一応カムフロムガンジーですから、非暴力非服従、カムフロムヘンリー・デビッド・ソロー、非暴力非服従、何をするかというと、
僕ら次の目的がゼロ円戦争。ゼロ円戦争どういうことか。ゼロ円生活圏を作るっていうのは僕のテーマ。つまりお金がなくても生きていける場所を作ったらどうなっちゃうのだろう実験ですよ。とか言ってたら駿河銀行って言って某銀行がですねミッドタウンのワンフロアをくれまして、そこで僕たち今タクト大学という大学を作りまして、ね、そこでみんなで話し合って、ね、土地が今1400平米新政府の領土いただいてます。これ何かというと余ってるので土地ってのは実は不動産行ったら余ってない、でも町を見渡すと余ってる。その町を見渡して余ってる人たちがすごい困ってる、荒れてるので坂口さん使ってくれませんかと。一つはじゃあ菜の花の油を植えましょう。これは油になるのでおばあちゃんたちが何だろうって言いながらそのうちね油を作りながらバイトするようになります。石油もいりません、みんなでランクル乗りましょうって言ってるんですよ。ディーゼルを復活させて発電機を使って住宅をやると。こっちの横こっちの空いてるところには僕がずっとやってるモバイルハウスを、初期投資一応2万円ぐらいかかるけど作っちゃったらもうおしまいだよ。家賃0円、周りにゆとり人にいる朱子大臣グース、ちょっと口でもグースが俺の種も全部 TPP とか怖いんだよ。だから種の保存してるアートの語源なかったわ。悪いなんか言ってたんだ、アートとは何なのかって。そのライフスタイルっていうか生きていくことと直結してるみたいな話だったと思うんだよね、なんかその感覚っていうのかな、感覚。アートの語源で調べてみるか。アート語源、ラテン語のアルスに対応し日本語では芸術と訳される。しかしラテン語のアルスはギリシャ語のテクネに相当し、本来は芸術というより自然に対峙される人間の技や技術を意味するだって。人間の 技とか技術っていう意味なんだって。だから芸術じゃない。例えば英語のアートの形容詞アーティフィカルはわざとらしいとか人工的なという意味を持つが、その反対語は自然なという意味を持つナチュラルであるネイチャーか。つまり英語のアートの派生語はナチュラルの反対語としての意味、すなわち人工的とか技とかいったニュアンスをもう今も確認できるだって、面白いよね。だどうやって生きていくのかっていう術なんじゃないのアートって。俺はそうだと思うの。のりこがこうしていないと私は生きられません、何かを作ってないと生きられません、俺も含めてね。だそれがアートだと思うから、俺はこうしないと私は生きられないんだっていう何かを持ってるかどうか、これを作ってないと私生きていけないのっていう、そういうものだよね。お前自分でコメント打ってて悲しくなんないのそれ。
丈夫かよ。ああ、いやいや、まあだからそれでいいんだよ。すげえよかったって、すげえよかったわでいいんだよ。本当にそういうことだよ。なんかその自分の心がどう動いたのかっていう、そのこの絵にはこんな意味があるとかどうでもいいと思ってるもん。綺麗だな、すげえなでいいんだよ。なんか心動くな、すごいいいな、欲しいなとか、そんなんでいいんだよ。そんなんでいいでしょ。そう、すごかったでいいじゃんっていう、言葉にできなくていいんだよ。すげえって、綺麗だなって、これ早く完成させたいな。早く完成させたい、こいつを。ワクワクするよね。結構思ってたより耐久性があるから全然壊れないと思う。一回固まったらすごいね、これ使えるよ。いいものを買った、いい投資をしたよ。なんか身近にあるものとか作っていけるようになりてえな。重さもちょうどいいね、重すぎず。まあここの部分だけだけど重たいって感じではない。本当に木と同じぐらいの重さかな。流木だよこれ、ほら流木、流木をバキッて折って、こことここ折ったの、バキンって折って。そうだよ、これ流木だよ、ほら流木じゃん。流木と流木をつないでるの、流木だよ。滑らかでしょ。そうだよ、のりこのは流木じゃないけど俺は流木で作った。いいでしょ。ここのグリップが気に入って持ちやすくて、杖、おじいさんになったら杖つきたいなと思ってたから、こうかっこいい杖がテーマで、ここを赤く染める、ここ真っ赤に、真っ赤の透明にして、こっち側伸ばして、こうやって、いいんじゃないの。別に現実商品しか見えなくても、別にあなたの考え方は否定しないよ、俺は。
これクリスタルの部分、要はレジンだね、簡単に言ったら。あのプラスチックみたいな樹脂、エポキシ樹脂、別にこれ木だからさ、木とアクリルだから、あの椅子の足にしたりとか柱にしたりとか、でっかいので作ったら、板で作ったら机のにできるし、工業製品にも転用できるよこれで。なんか可能性がいろいろある、何でも作れる。これはのりこが調合した色だね。のりこは色彩感覚がいいから、ほら緑もいいでしょ。のりこのタイプには向かないと思うよ。あの熱に弱いから、人体に悪影響あると思うから、あのタバコとかキセルとかにはできないと思う。コップとかは無理だと思う。口に入れるべきではないね。お、もう4時間か、早いな。じゃあこの枠これで終わりにするわ。ありがとうみんな。お風呂入ろう。いいや、ちょっともうこれで終わりにするわ。うん、ありがとうねみんな。じゃあ皆さんお疲れ様でした。最後に面白かった人はぜひアイテムください。お疲れ様です。